いけないんだ、いけないんだ、西野に言ってやろう。村岡さんのことを西野に言ってやろう。あーちょっと。あ、ごめん、やっぱやめるわ。俺西野さんに言う、やめるわ。うん、わ、やめる、やめるけん、やめて。誰か知らんけど。誰？ちょっと、自分からやれ、みたいな感じでやるんやめて。ちょっとイベントでポッと向けばいいやん。なんでゲームを俺に委ねる、右に向くん。はい。うわぁ、進撃の巨人だ。え？振り向くと死ぬとかね、振り向くと死ぬか、振り向いてみたい、振り向いてみたい、振り向いていいですか、みんな。振り向いたー。はい、残念。よう見たら、このビッグシックさんさ、寝癖すごいな。女の子だったらちゃんとそういうところをしっかりした方がいいやろう。ちょ、今のセーフだったんじゃ。今のセーフだったんじゃ。え、窓を見ても、角ごとにお前そういうのあるんじゃ。角ごとにそういうのあるんじゃ。先回りして手伸ばしてくる感じなんじゃ。ようよけるような。みずほちゃん結構運動神経いいタイプ？体育、オールエー。体育、オールエー。いちいちこの位置だ言う。てか、なんでかのことにお前、さっきまでできよん。入れー！やったー。あんな巨大なやつだったら、この鉄の扉も大丈夫とは言い切れんような気がしてくる。よかった。シッコさん、この扉は壊せないみたい。それ、シッコさんが、それ、扉の方ちょっと不気味に感じるよ。なんであんな巨大なやつがこの扉壊せんのってレベルになってくるよ。強いて言うなら、さらに言うならさ、そんな頑丈な扉ついてるこの放送室何なのって。この放送室の地下になんか埋蔵金でも埋まってるの。西野さん、そっちは大丈夫だった？西野さん？え？おらん！西野さんおらん！え、何があった？いない。嘘？どこへ行っちゃったの？単独行動？よくありがちかもしれんよ。この二人でさ、行ってみたら、もう一人が単独行動してましたみたいな感じ。ワンちゃんよくあるけどさ、西野さん、あなたがやるタイプじゃなかったでしょ。スマホ、置いたままだ。なんなん？掲示板にしか繋がらないんだよね。逆を言えば、掲示板には書き込める。もう迷ってる場合じゃないよね。おう、誰が助けて。私は3年 C 組って、助け呼び出しちゃうんやな。これでよしと。でもさ、みずほちゃん。それでさ、わー、なんか自作自演のやつがいるぞ、みたいな感じでさ、わーって、編集をするでさ、よし、俺が助けてやってるよ。無理だよ、お前には、みたいな感じで茶番始まるからな。あんま期待できんぞ、これ。いや、目立ちたがり嫌だと思われる。それネットで、ネットの YouTube のコメントとかで、動画のコメントとかでやったら目立ちたがり嫌だと思われる。アンチコメントだったやつだな。アンチってか、嵐やな。キャッ！で、電話？かかってくるんかい。あ、さっちゃん！ちょっと待って、さっちゃん！え、敵の方に潜り込んださっちゃんの偽物疑惑。とにかく出んかったこと、出てみなぁな。急にどうして繋がったんだろう。そりゃ相手側の人間やけん。さっちゃん。偽物のさっちゃんやけんだろう。もしもし？あれ？みっちゃん？無事？あ、どんな声でやりよったっけ、前。みっちゃん、無事？これが。どうしてその木造校舎にいるの？あ、校舎名からしたら、本物か。だが、まあ、しぎこさんも、偽物だったし。さっちゃんも偽物疑惑が出てきとるよな。こんな喋り方しておきながら。さっちゃん！どうなんだろう。どこにいるの？ずっと探してたんだよ。え？探してたって？私ずっと家から出てないよ。え、みっちゃん、今は闇の木造校舎にいるんだね。
いい？よく聞いて。私、6月16日にシキコさんに話しかけて、そこに引き込まれたの。でも、味方になってくれた人たちのおかげで、現代に戻ってこれたんだよ。は？現代に帰れるの？そうだよ、みっちゃん。あはははは。それは、平岡隆史くんと村岡千紀子さんだよ。え？平田さんは、人体模型のイズズズで怨霊になってないの。そして村岡さんは現代に通じる道は知ってるよ。は？でもそう考えたら、あの道って何だったんだろう。本当に現代に帰ってこれたけど。その二人を探して、そしたら助かるよ。は？待って、さっちゃん。私も村岡さんに会ったんだけど。村岡さんは現代に通じる道を知ってたの？そうだよ。村岡さんが私を返してくれたの。はははは。こうなってくると本当に、しきこさんってどういう立場で、どういう考えで、みずほちゃんだっけ？さっちゃんか。さっちゃんを返したんだろうな、現代に。それに、私たちは帰る方法を知らないって。村岡さんは嘘をついてる。ねえ、さっちゃん。平田さんと村岡さんの言うことに食い違ってることってなかった？え、どうして？西野さんが言ってたの。村岡さんの言う通りにしたら安藤くんが死んだんだって。あれは結果論だと思うわ。あれは結果論だと思うわ、俺。なんかちょっと、イレギュラーが起こってしまったみたいな。でもそこまで計算したのかもしれんな。そう考えたら、しっこさん。それに、村岡さんは帰る道はないって私に言ったのよ。おかしくない？おかしかろう。そんな、村岡さんはいい人だよ。シキコさんに殺されたかわいそうな人だよ。本当によく思い出して、さっちゃん。でも私の時も変だったのかも。嘘つけよ、お前。ちょっとみずほちゃんにちょっと合わせようとして変だったかななんて言い出すんじゃないよ。俺変に思わんかったもん、第1話の時の。第1話の時のシキコさんは、平田さんは学校のことを忘れろって言ったけど、村岡さんは彦さんのことを伝えてって言ってた。そこか。なぜ広めようとするかって話じゃ。第2、第3と新しい、ちょっと都市伝説に興味あってくるようなやつをさ、呼び込もうとしとったんか。そういうことか。完全に黒じゃない、彦さん。さっちゃん、それって。だから私は彦さんのことをみんなに伝えようとしたの。みんなの身に危険が迫っていることよ。そりゃそうだろう。そうか。そんなん伝えたやってみんな都市伝説ぐらいにしか思わんけん来るわだ。触りに来るわだ、シミとか。もうなんなら志向さんに会おうとしに来るわだ。そういう心理やもん、人間。都市伝説ぐらいにしか思ってない。心霊スポットに行くような感覚でしか思ってないよ。それを志向さんは人間の心理を掴んでこっちに引き込もうとしとんじゃ。たかしくんの方はそれを分かっとってさ、伝えたら逆効果になるだろうみたいな感じで思っとんじゃ。そういうことか。さっちゃん、シーコさんは噂話が作り出したんだよ。噂がその存在を固定させるんだって。それってどういう意味なの？みんなが覚えてるほどシーコさんは強くなっちゃうってこと。そんなごめん、俺そこまで考えてなかった。そういうパターンか。なるほどな。そしてそれを言っていたのは、恨みっ子、村岡四季子。恨みっ子？は？さっちゃん、私はこれから村岡さんを探すよ。西野さんがどこかへ行っちゃったの。村岡さんは多分何かを知っている。危ないよ、みっちゃん。大丈夫だよ、さっちゃん。それと、さっちゃん、ここからどうやって帰ったのか教えて。ね、仕組みから。さっちゃん？死と死の
入れ替えたクラスに。タイミングよく切れよった。わい、これ完全にキコさんに把握されたな。ジャミングかけられたぞ、これ。仕組み、死と死が入れ替わったクラス？初めて、私が初めに着いた教室、確か仕組みだった。仕組みが現代と繋がってるの？すごい、推理力高いな。そんなん聞いただけでよくわかったね、君。この校舎、構造が変わってるみたいだけど。もう一度、仕組みで行ってみましょう。わあ、こんなところでセーブするの？どういうこと？え、なんでこんなタイミングでセーブする？なんでセーブしたんだ？ほんのになんでセーブしたんだ？あ、てか、青なってる。何この青いやつ。みっちゃん。え、なんでさっちゃん、絶対偽物だ。これ絶対偽物だ。偽物が襲ってくるぞ。そこにいるの？うん、いるよ。ねえ、ここを開けてよ。え？わあ。チャイムが鳴ってるの聞こえるでしょ？いや、ちょっと待て。まずあんた偽物やろ。ホームだったら入ってくるもん。自分で入ってくるもん。これ前の安藤君と同じパターンや。本当に終わってるんだから早く開けてよ。気づいて、みずほちゃん、気づいて。どうしよう。気づけ、みずほちゃん、気づいて。あー、俺に委ねてきた。え、ちょっとゲームの作者さん、俺のさっきの行動見たでしょ。あのでかいビッグシックさんにお会いとった時の俺の行動見たでしょ。そういう二択並べられたらさ、ダメな方の選択肢さっき選ぶタイプって分かってるでしょ。だから開ける。後ろの正面、後ろの人どうしたん？みっちゃん、開けてくれてありがとう。ま、こうなることを分かっていました。分かっていながら俺は開けました。ごめんなさい、師匠さん。だって、みんな、見たいだろ？どうせなら、開けてホーム見たいだろ？けどさ、ここは、もう逃げ場ないんやけん、副音ネズミなんやけんさ、開けずにおったらどうなるよ。さっちゃん。自分で開けて入ってきてよ。来た、気づいた。いいぞ。頭いいぞ、君。鍵は開いてるから。ふーん、みっちゃんってさ、昔から頭が良くて美人でみんなの人気者だったよね。暇なの？なんでその話になるの？友達だって多くて、私が友達だってことを忘れたんでしょ。わ、精神的な動揺をかけてるやん、お前。うい、そんなことないよ、さっちゃん。嘘だ。私だって死ねばいいと思ってるんでしょ。ネガティブすぎる。この偽物のさっちゃん、ネガティブすぎる。なんで友達と思われてないだけで死ねと思ってるって思われとって思うんで。もう思ってめちゃくちゃ言ってるやん、俺。そんなこと思ってないよ。わっ、だったら早く開けてよ。それはあのさっちゃん、ドア叩く音強すぎてさ、ドアちょっと動いたで今。ワンちゃん殴れば開くんじゃないね。安藤君のバトで殴ったみたいな感じになるんじゃない。リュークのチャイムが鳴ってるの。私音量に殺されちゃうよ。大丈夫、もう君は音量だ。さっちゃん、どうして開けてくれないの。西野さんもそうやって安藤君を見殺しにしたんだよ。だからあの子ずっと逃げ回ってたの。めっちゃんもあの子に協力味方するのはやめてよ。めっちゃんも私を殺すの。私たち親友だったじゃない。ああ、さっちゃんもう一回ドア叩いて動かしたよ、これ。もう一回、さらにもう一回で殴っていって楽じゃないの。大丈夫かな。どうやったの。え？
どうやって入れ替わったの？いえ、さっちゃんは電話かけてきてから姿を変えているだけなのかも。西野さんが見殺しにしたかどうかなんか、学校外から分かるわけないじゃない。確かに。村岡さん、そうまでして私を騙して、あなた何を考えてるの？え、村岡さんの名前出していいのか、これひどい、ひどいよ、みっちゃん。私を疑うだなんて、もう私一体も信じられないよ。バイバイ、みっちゃん。あなたのせいで私死ぬから。よっしゃ、いいぞ、いいぞ。向こうへ行ってみたい。それでよかったんじゃ。村岡式子、こんなことをするなんて。それじゃいいんか、村岡式子って言葉出したぞ今。いいんか、いけたんかな。もう後には引けない。この学校を支配している怨霊が恨みっ子村岡彦だというのなら、私は逆らってしまった。現代に帰ることができた。さっちゃん、さっちゃんだけは本当に帰ることができたんだ。よかった、本当に。え、こんなとこで終わるかね。え、終わる。え、中途半端、ザ中途半端。ドアー、ドアー、電話番号444444444444。続くんかい。あ、続くんじゃ。え、終わるみたいな感じに雰囲気出しちゃって続くんかいな。びっくりするじゃないか。こんな中途半端なところで終わされたら困るし。なんだ今の演出。わあ、え、え、開けられるんかい。さ、さっちゃん、あと目がやばいね。改造手術受けてるね。みっちゃん、私怨霊になっちゃった。え、みっちゃんのせいで。いや、お前元から怨霊だっただろ、偽物。これを読んで何を言って。違う、あれは 村岡さんが騙そうとしているの。サッチャーは現代で生きている。絶対騙されちゃダメ。どうしよう。いや、本物だろうが偽物だろうが、もう袋のネズミやけん、どうしよう。お、小林さん、こっち。え、誰だ。え、不自然、ザ・不自然。西野さん、この先にいるの？あ、西野さんの子だった今。グッジョブ、グッジョブ、じゃあダッシュ、ダッシュ、グッジョブ、ダッシュ。じゃあ、私太ってるからこんなところ入れませんけど。そこの換気口から逃げるしか。どうだ。あ、よかった、すごい太ってなかった。細い急いで。あー、こんな声出てくるよ。あー、偽物のさっちゃん。あ、もしかして俺が子供って言おった、小学生って言おった、偽物さっちゃんのことだったんじゃ。見た目的に。しずこよ、村岡さん、さっちゃんの姿で現れるんだ。デスストライ。さあ、これでもう完全に敵対、もうにバレてしまったな、村岡式子さん。逃げ切ったみたい。ここどこだろう。本当どこやねん。あと西尾さん、どこ行ったん。すごい静か。そっか、チャイムが鳴ってないんだ。鳴ってない。ゼロ組。
ゼロ組。初めて来るところ来たやん。なんなんこの机の中。なこれ。この闇の木造校舎には4年生で校舎が存在している。中学4年生、これはどういうことなんだ？何を伝えようとしてるんだ？完全に4って数字が使い出てなかっただけだろ、これ。4年生の校舎、留年したんじゃ。そんなにいっぺんに留年して、バーって留年した学年があったんじゃ。そのために4年生っていうのを設立したんか、これ。もしかして中学校なのに。中学校なのに、どうして？いや、不作の年だったりするかもしれんぞ。不作の年で。もう全員がバーって留年してしまったけんさ、9個4年生作ったんじゃ、もう。大変だったろうな。3年生と4年生が一気に卒業したけど、卒業生がめちゃくちゃ多いことに。誰かの声が聞こえる。あ、この声。スタート画面のやつか。この先から声が聞こえる。誰がだよ、これ。元の青みがみね中学校にも存在しないはずの4年生の校舎。この先に一体何があるの？あ、ね、ようやく終わりか。出てこんだろうな、パチーンみたいな感じに出てこんだろうな、出てこんかった、よかった。西野さん、結局どうなったんや。後ろ、西野後ろ、西野後ろ。西野さんは西野さんはちょっとこっちでおいでって感じで手出したけど、西野さんは、な、西野さんは謎謎を残していた。まだ謎残していたで。てか、また水穂ちゃん現代に帰るとかそういう話じゃなかったし、西野さん置いてきぼりだし、逆村岡式子も出てこんかったし、第4話で最後決着がつくんじゃな。第4話最後やぞ。第4話最後やぞ。ここで決着つかんかったら終わ、何残っちゃってなるぞ。伏線はできたぞ。伏線はできたけん、第4話で完結、解明して終わる。それでいいじゃないか、展開的に。だから第4話期待しとくぞ。誰が何と言おうと期待するぞな。というわけで皆さん、第4話も期待しておいてください。というわけで今回はこの辺で仕上げ。もうさ、謎を残しすぎなんだよ。第3話のうちに、四季子さん偽物っていうか敵っていうことが、もう完全に発覚するとかじゃないんや。第3話でまだ伏線をさらに突き詰めて、第4話で一気に解決って感じでするんか。というわけで、次回から第4話やっていきたいと思います。完結編ですよ、完結編。